えっと、気候変動予測の見方ということで、えっと、具体的にデータをお見せしながらあのご注意いただきたい点についてざくっとお話しいたしますで、えっと。内容なんですけれどもまずあの観測データとモデルデータあのおそらくその皆さんの 自分のところで何が起きているかとか、アメダスでよくご覧になっていると思いますけれども、そのいうデータと、それから前半でご紹介しましたモデルデータっていうのは、根本的にどこが違うのかということについてお話ししたいと思います。でそれから、えっと、モデルデータ活用の際のポイントということで、ですからそのモデルデータの観測データとの違いからくる、いろいろ注意していただきたいようなことについてお話しします。 で最後に、まあ、まとめとしましてユーザーあるいは自治体さんが対策策定の活用あの上のデータを使って測る際に、えー、とちょっとご注意しておいてほしいことについてまとめられたかどうかちょっと分かりませんがお話ししたいと思います。で、えー、といろんなあの今度は大丈夫だと思うんですけどもこれからあの、えー、と非常にポイントにあの各地点で見た えと月平均の30年の図がポンポン出てきますけれども、まあ、あ,のあまり難しい図ではないと思いたいのですが、まあ、もし何か分かんないことがあったらご質問お願いします。えー、とまずあの観測データとモデルデータの違いなんですけれども、上が地上観測点のデータですと <laughs> いうのをまあ模式的に書いたものです。すみません、絵心がないので、なんかバカみたいになっちゃいましたけど。えー、とこの うんとこ,のこういうところにアメダスとか観測ってあるわけですね。あるところにポンと立ってます。で、それであのつこのデータの、えー、と空間代表性、つまりどのぐらい広い地域の,あの気象を、ま、代表してるか、信じていいかということについてなんですけども、これは結構、えー、と実はですね、これはの気象を学ぶ際に最初に言われるのはですね、これ主風光。 日本とか中度でいうと西風傾向なんですかね。主風口の上流にの情報が全部入ってきちゃうんですね。こんな建物とか林とかがあると、そこで起きた乱流とか、その熱的なものとか全部入ってきちゃいますので、このフェッチっていうんですけども、それ、フェッチがを長く取らないと空間代表性は出てこないよというのを言われてます。ただし、えー、とここ、全部ここ、均質で、 えーと主風口の方向に何百キロも水平な大地が広がってるなんてところは、えーと、世界を探してもそうはございませんので、これは本当に理想的な話になってしまいます。日本の場合だと、だからその観測地点の周囲、あのよくそのアメダスとかで大丈夫なのかとか言われることも関係しますが、と上流の情報が入ってると思ってください。ですから、ここの空間代表性ってのは、主風口の上流、まあ、数十キロぐらいのにってるということです。 ですから場合によってその大きさはかなり異なります。ただあの基本的に地点データです。でそれに対してさっきさっきあのこの前1時間ご紹介しました予測モデルのデータなんですけども、これはさっき申しましたように全球モデルの,あのデータから領域にダウンスケーリングするわけです。でただどんなに,どんなにちさちくちさちくダウンスケーリングしていってもどこまでもこの四角です。あの えと四角のの領域の平均値とということになりますそうすると山の高さとかもありますけれどもそれはならされちゃうし、まあ、都市が一部にあっても平均的に森林だったら全部森になっちゃうしということでかなりその何て言うんですかね状況が異なります。でそ,うそれでただあのよくその行われるのは地点データこれからあの 奥多摩の大河のデータを例にお示ししますけど、例えば大河のデータに対応するところっいったら、そこが含まれるその高視点のデータを持ってきて比べるということになりますので、データの性質が基本根本的に観測とは違うと、観測は観測地点データだけど、モデルだとどんな細かく細かくしても、どこどこ町何丁目、何番地のデータを作ってるわけではないということです。でもう一つ注意していただきたいのは、 観測点のデータについては、ここにいろんな器を置きますね。あのアスマンを置いたり、あの温度計を置いたり、それから日射計を置いたり、風速計を置いたりすると、そこの情報はちゃんと取れるんですけれども、えー、とまあ予測モデルの場合はですね、えー、となかなかその歴史的な背景もございまして、すべてのデータが同じ精度で得られているわけではございません。 ここに赤字で書いてございますが、予測モデルのデータはその精度に凸凹があると思ってください。で、予測変数なので計算に必要なので吐き出されてきます。さっき、あのえっ、ー、と向井センター長の,の質問にもございました。けれども、えっ、ー、とこのモデルは例えば領域モデルだったら5分とかで計算しますので、5分ごとにデータが出てるわけですが、ただそのえっ、ー、と、それはその予測。予測。変数というのはそれを。それを 値を使って次の時間計算するために必要なんですけれども、データのその、えー、と観測と比べたりとかした時の精度については必ずしも全部同じではございません。で、あのもっとその正直なことを言ってしまうとあの、温度予測をやってるわけなんで、気温についてはかなりあの厳しくあのチェックが行われて、あのモデルのチューニングも行われてますので、かなりいい線いってます。で 降水量はね、降水量そのものがその温度から二次的に変わって、温度上昇が二次的に反あのなんか、ね、影響を与えて変動するようなので、その変動の仕方がちょっとそのダイレクトに、なんか温度上昇にこう1対1で対応するわけではございませんので、その辺の誤差もありますし、ただ、またあと雨については、さっきもちょっとご紹介しましたように、モデルが荒くなれば、あまりその細かい。 雲は出ないいいととかそういうこともございまますすのでやりますただ、降、えー、水については非常にフォーカスされ,フォーカスされて、要するにみんなあの注目している量ですので、そこを温度と降水量については一生懸命、一生懸命あのモデルの改良をしてきていますので、これについては、なんていうんですかね、星3つぐらいですね、あの信じ合い度あります。ただ、その他のデータになってきますと、かなり怪しくなってきます。えっ、ー、と 相対湿度はまだ多分これ温度とかなり関係しますので使えると思いますが、えー、と風速ですとか放射量ですとかその辺りは実はまだあまりそういうなんていうんですか使われることを前提にデータのチェックが行われている量ではございませんのでその辺は注意が必要です、まあ、その辺の解決策についてはやはり、あのー、午後にお話しされる西森先生がかなりあのいい あのスキームを持ってらっしゃいますので、まあ、またご紹介あるかと思いますがそういうことです。というようなあのだからモデルで出てくるのはこの格子の平均値みたいなぼやっとした量であってしかもそのいろんな出てくる変数はどれもこれも星3つではなくて星3つのもあればまだ星1つのもあるし星がつかないのもあるということには気をつけてください。 でえー、とこれが、えー、とここからずっ、えー、とどこでやろうかと思ったんですが、えー、と三玉の東京の奥多摩の大地というところを使わせていただきます。でこれは、えー、1980年から2010年までの30年間の、えー、とこれは地上気温のデータです、月平均をプロットしています。当然、日本は季節変化してますから、冬は冷たくて夏は暑いです。でそういうのがずっと30回繰り返されています。 でちょっとここで種明、えっと、かしをしておかなきゃいけないのはこ,ここで示す数枚の図というのは、えっと、再解析データまでややこしくなっちゃうな観測,あの観測とあの整合が取れるような、えっと、データを我々作ってるんですけどもそれ,をあのそれが一番上です125キロそうですけどこれを境界条件にして20キロ5キロにダウンスケールしたデータです。のでそのでそ タイミングはすごく合ってます、そういう意味では。で、えっ、ー、と、ここでお示ししたいのは、あのバイアスの話と、それか振幅の話等々です。あと、レゾリューションの話あ、解像度の話です。で、一番上がアメダスです。で、このアメダス点が入ってるような125キロの格子点の、格子点の平均の,あの温度が、この緑の125キロっていうところですね。それで それからさらに20キロモデルを使ってダウンスケーリングしたデータがこれです。でそれをさらに5キロを使ってダウンスケーリングしたデータがこれです。でそうしますと、えっ、ー、と、これゼロのところにちょっとスライドの線引きましたけれども、見てわかるように、これ明らかに5キロは低温バイアスがあります。で、えっ、ー、と、これをそのまま使ってしまうと、例えば作物の人なんか困りますよね。あの、えっ、ー、と、これが0度ですから、このアメダス点だと、 月平均で見ると0度を下回らない。まあ、もちろん日,平あの日で見ると下がってる可能性ありますけども、今ちょっとその話は置いといて、これで見ると,雨だすだと、アメダスだと月平均で見ると、小河内の山の中でも0度よりも下がらないと。ところが、これをあの5キロでダウンスケーリングしたモデルを見ると、平気でマイナス5度ぐらいまで下がってますよね。でそうすると、これ、多分これ、ゼロ切った瞬間に、あの やられちゃう作物ってたくさんございますよねというわけで、こういうものを放置したまま、なんですかね、えーと、使ってしまうと,、えー、と、誤解を招くような結果が出てしまうということは頭に入れておいてください。ただあの、実際に皆様の手に触れるデータっていうのは、ほとんどバイアス補正されてると思います。A プラットなどもそうですが、ですので、まあ、こういう心配はないかと思いますが、もしも生データ見られる際には、こういうことにも注意していただきたい。 それからもう一つ注意していただきたいのは、これ、125キロの結果、20キロの結果、5キロの結果、これ、上と比べると、どう見ても20キロが一番悪いですよね。一番バイアスが大きくなってますよね。つまり、解像度を良くしたから、必ずしもその結果がより良くなっているというわけではないということです。じゃあ、なんで5キロなんてやるかっていうことなんですが、それは次をご覧ください。 でこれは同じあのモデルの結果を使って出した、えー、と月平均降水量の分布の絵です。で、そうしまってこれはさっきも申しましたようにあのタイミングが合うのはあの当たり前なんであのそういうダウンスケーリングをしているからですけど、えー、とこれはアメダスなんですけれども、まあ、月平均降水量だけどもこういう、えー、と観測でその20ミリパーででこう聞きましたけれどもそれを超えるような 大雨の降った年がいいくつかございますあのさっきあの1時間目の最後で示しましたように、例えば20ミリでなるかどうか分かりませんが、こういうところでこう災害水害が起きていると思っていただくと、まあ、こういうような評価になると。で、えー、とこれが125キロ、20キロ、5キロの結果なんですけれども、125キロの結果を見ると、明らかに雨がおとなしいですね。それはあのさっきも言いましたように、大きなスケールしか出せないモデルだと、 そういう、あの、ゴーをもたらすような、あの、システムが再現できないわけでいたしかたないかなということです。でもし20キロまでダウンスケールにしてくると、ちょっとこう、あの、バタバタしてきます。で、さらに最後に5キロまでダウンスケールにすると、この、例えば20ミリパーデーっていうの、なんか敷地だと思いますと、それを飛び出るのが1、2、3、4個ですね。で、これは、この時は1、2、3個かな。 これも入れると4個かなっていう感じで大体その大雨の再現性みたいなのを評価するためには5キロまで頑張らなきゃいけないんだよということが分かります。でそうするとあの用途によって違ってくる、まあ、さっきあのちょっと違いますけどもその用途によってどこまでどこまで細かいモデルを使わなきゃいけないかとは違ってくるわけです。例えばこの例で言うともしかしたらはそのお河内の 奥多摩の大河の温度の評価をするだけだったらば何も5キロまでダウンスケーリングしなくていいなということになります。でただ雨の評価の場合には絶対にその、えー、とこういう雨もねあの洪水みたいなものを評価するためにはあの5キロまでのダウンスケーリング欲しいなということになります。もちろんこれあの洪水の場合ですので水資源つまり渇水のことを考えるのであればもっとこあの長,長期間になりますので。 ときどきポンポンで出るのが必要なくて、こういうのでいいかもしれませんということですで、えーと。あとすみません、ちょっとだからあのその、今の温度と降水量という3つ星のデータだったんで、次にその1つ星のデータについてお話し,します。これはあの風速データです。で、えーと、これ一番上がアメダスなんですけども、1メーターパーセクぐらいの月平均値がずっと続いています。 でそれに対して125キロモデルの平均値、それから20キロの平均値、5キロの平均値を見ると、どれもその季節変化みたいなのが見えてますね。というわけで、あのちょっとこの再現性悪いと。ただ、大うちの,その風速計がどういうところにあるかということに、これ、かなりよると思うんですね。ということで、えーと、なかなか難しい問題があるということです。 でえー、っともっとその風速,風速があの使いにくいという話をちょっと紹介します。これはですが、えー、っと大手町、あの旧気象庁の,あの庁舎ですね。えー、っと今もう虎ノ門に映っちゃいましたけれども、旧大手町の庁舎での路上で測られたアメダスの風速データを、そこのポイントのモデルのデータと比べたのはこれです。でそうしますと、えー、っとアメダス なぜかそこ3メーターパーセックぐらいの強い風速がずっと吹いているんですが、125だろうが20だろうが5だろうが、いずれも弱い、125だと1メーターパーセックぐらい、これだと1ポチ,ポチぐらい、それでこれは1.5ぐらいですね。で、えー、とこれなんだということなんですが、えー、とこれはですね、えー、と雨出す点というのは結構問題、いろいろとこ、特に地方干渉に入っている気象庁の場合には、ビルの屋上ということがすごく多いんですね。これもビルの屋上でした。 つまり75.5メ、えーターだったかな、の表ところの高さの風速を見てます。でそれに対して、モデルの地上風速っていうのは、これ、実はモデルで、えー、と予報変数として計算したけではないんですけれども、10メーターまで落としてます、ログ使って。で、10メーター高度の風速です。ですので、まあ、合わないっちゃ当たり前なんですが、だからこういうのを見て、あのあこれは使えないなと思うのか、 どうかということもあります。ただその非常に風速についてはなかなかまだ難しい問題が残っているということです。でついでに申しますと、あのウィンドミルえっと風力発電の場合にはえっと30メートルとか50メートルとか70メーターの風速で評価してます。えっと多分気象協会さんのあのサイトでもそういうの公表していると思いますが、でその場合にはえっとこのモデルで出てくる10メーター風速からは換算してあげないとあの風弱いな。 とということになっちゃでですのであのあとはちょっとアメダスでも観測要素ないのでお示ししませんけれどもあの他のいろいろなそのえっ、ー、と情報についてもなかなかいろいろ難しい問題があると今のところだから、えー、と温度と降水量が星3つだと思ってくださいで、えー、とこれはあの統計的ダウンスケーリングなんですけれどもちょっと参考にお示しします。 これは CMIP3、かなり昔のシナリオです。A1B シナリオ。これは RCP だと6.0に相当するシナリオですけれども、えー、とそれであのいろいろなたくさんの GCM から統計的にダウンスリングして出した結果です。でそれで、えー、と5つの量を出していますが、ここではこれ、ネムロだそうですで。日平均気温、それから日降水量、それから日射量。 相対湿度風速ですでそれでこれ見ますと、これはあのたくさんのモデルなので、たくさん線が書いてございます。で、このうち赤は、えっ、ー、と、日本のあお、えー、りがつ、あおりって、大気海洋研究所が作っている、えっ、ー、と、弥勒モデルのものなんですけれども、えっ、ー、と、これは温、これ見るとわかります。温度は皆さん、みなみな上昇しています。まあ低いの し高いのもある。これ、気候感度っていうんですが、さっき言ったように、気候感度の低いモデルもあれば、高いモデルもあります上昇していると。で、えーと、降水量なんですけれども、平均降水量はこのようにほとんど変化がないと。だけど、その極端降水が、要するにトップはね、こう上がってますので、ですから、えー、と大雨は増えてるけれども、平均降水量には変化が見えないと。で、逆にですね、この日射量とか風速について見ると、 これはシグナルが見えておりません。つまり、日射量、ネムロの日射量に関しては、この A1B シナリオで見た結果だと、ずっと一定であると。あと、風速もほとんど変化がないということです。で相対湿度は、これ若干変化があると思いますが、これは、えー、と日平均気温とあ、あんまりないかな。なくても、でもこれ相対湿度は変わらなくても、日平均気温が上がれば、えー、と水蒸気量は増えます。 というようなことが分かっています。で、これは ElpisJP っていうデータセットだそうですが、えっ、ー、と、確か、えっ、ー、と、午後お話しされる西森先生は、このデータセットを更新されてるはずですので、そのご紹介はまたあるかと思います。というようなことです。で、えっ、ー、と、モデルの将来予測について、えっ、ー、と、最後にあと2枚ご紹介いたします。えっ、ー、と、これもアメダスの大チの結果なんですけども、えっ、ー これがアメダスのウォッチの結果、現在の結果。で、これはその、えー、と20キロモデルの現在再現の結果です。これは D4PDF の結果ですので、さっきのとはちょっと違いますが、まああの、緑が下に出ているところを見ると、ちょっとアンダーエスティメートになっているかなということです。で、2度上昇した世界、それから4度上昇した世界を見ると、4度上昇した世界などさすがにこう、えー、と温度が えと現在よりも高くなるとということが分かりますでさっき注意しましたようにこの2度上昇の世界で4度上昇の世界というのは1850年の産業革命以降の上昇率です。で実は現在もう1.2度ほど上がってますからそれから見ると0.8度、えー、とそれから見ると,、うん、と2.8度ぐらいですね。でまあちょっとこれ分かりにくいと思いますのでもうちょっと。 わかりやすく示して、えっ、ー、と、利用の仕方についての注意をしたいと思います。はい。まず、こういうことです。えっ、ー、と、ここに、あの、えっ、ー、と、分けて書きましたけれども、えっ、ー、と、これは月平均の変化です。これ、季節変化がずっとこう、タイムマーチングが見えてます。当たり前ですね。暑暖かくなって、冬寒くなるというかね。で、それで、これが、あの、年平均値をプロットしたものです。で、そうすると、年平均値が12度ぐらいかな。 ですね、でこのぐらいの振れ幅で、まあ、さっきも紹介したように0度は下がらないで振れ幅があると。でそれに対して D4PDF の,の2 0キロの現在再現の結果はこれです。でそうするとまず一つ分かるのはこの平均値がそのこのアメダス点に比べて 1. 点数度低いということですね。でまあ、そのせいもございますが、えっと、ちょっと振幅が大きいかどうかちょっと大きそうに見えるんですけども。 えとこの0度を下回る、毎年0度を下回るようになってます。つまりかなり条件がこっちだと違うと。で、ただ、このモデルを使って、2度上昇の世界、4度上昇の世界を、あ、ごめんなさい、らしたのはこれです。で、2度上昇の世界にすると、平均気温は確かにちょっと上がります。で、これ、2度上がっちゃ本当にいけないんですが、2度ぐらい上がってますね。上がっちゃいけないと、全世界で見たら。だからロ、日本付近は結構高くなりますので、上がります。 それから、うんと、これは4度の世界です。4度の世界にすると、あの気候、ね、平均値もこのぐらい高くなります。それで、えー、っと、というわけで、えーっとですね、どのぐらいその変動が起きたかということを評価する方法として、えー、っと昔、その精度が高くなかった時代によくデルタ法というのが行われました。つまりこの モデルの現在再現とモデルの将来変化を比べるわけです。そうすると、これからここに将来4度ぐらい、大地の,の気温上がりますよということがシグナルとして出てきます。で、えー、っとですね、あの、つまり、えー、っと、例えばですね、時々間違えるのは、これとこれを比べちゃうんですね。アメダスの方が正しいんだから、現在はこれを使っちゃおうってやると、 シグナルが出てこなくなっちゃいますのでそういうことはやめてください。で,ですのでもう一つあの絶対値が欲しい場合にはどうするかというとまずこのアメダス点と現在再現を比較しましてこの,あの差を取り除きます。これで言うと例えば2度こっちの方が高かったらこれにプラス2度するわけですね。でそうすることによって、えー、っと再現性を上げてから評価します。で、えー、っと将来どうするかというとその えとここのバイアスっていうのをそのままこれとこれにも足すことによって例えば4度上昇の世界の大地の気温変化みたいなものを出すことが可能です。でそれがそのバイアス補正の一番なんですかねシンプルな方法です。もちろんもっとあの複雑な方法を使ってやるんですけども、まあ、簡単に言ってしまうとそのようなことで現在のこの現在の気候の再現性を使ってあの バイアス、どのぐらいモデルがその再現性が悪いのかって評価してやります。ただこの場合はそのバイアスがですね、えー、と気温の場合は、えー、と標高の差っていうことは十分に考えられます。つまり、オゴーチのところの標高とそのモデルグリッドの平均の標高が、この場合だとモデルグリッドの平均の標高の方がひあの高くてで、その中でオゴーチっていうのがなんか谷間かなんかで低かったりということは考えられます。 まあそういうようなことも含めて、えー、とバイアス組成っていうのはやらないとまずいということです。で、えー、とモデルデータ活用の際のポイントなんですけれども、えーと、さっきから申しますように、モデルデータと観測データの成り立ちの違いは意識していただきたいです。あの観測データっていうのはあるところに立っているで観測点で、その周辺の、えー、と吹いてくる風によって代表性を確保していると。 でモデルの場合はどん,どんなに細かくしても、ある格子の平均値を出しているということです。でそれから降水量についてですけれども、実はこれはのこの後紹介しますけれども、スカイラインの表現にモデル解像度の限界がある、これは何かと言いますと、えー、と3あのスカイラインと山のこう峰がどこにあるか、モデルのどこにあるかで、降った雨が山の斜面の太平洋側に落ちるか、日本海側に落ちるかとか、変わってきちゃいますね。 それが結構その、えー、と水分単位であの議論する水害の人たちにとっては本質的になります。きちんと利根川に雨が降ってくれないとかね、そういうことですね。で地形の表現なんですけれども、これもこれからご紹介しますが、えー、と20キロ高視の場合とそれから5キロ高視の場合ではかなり違います。でえー、と日本の場合は20キロ高視あれば、赤梁山脈を挟んだ気候が表現できます。あの そうすか日本海側が大雪になって太平洋側が晴れるみたいなのが表現できますで。もしも5キロ格子よりも以下の格子を使うと盆地が表現できます。え例えばその甲府盆地なんていうのは、えー、2 0キロ格子では全然見えてきません,んで。ですごく悲しくなっちゃうんですけども5キロにすれば見えてくるということです。で、えー、とこれが例示、まあ、なんですけれども。 えっとこう2月の最新積雪見ると、まあ、当然ですけれども日本海側だけにこう雪がたくさん積もっているとで。日本海側はこうなって、まあ、今年もこうですねこうなってるし太平洋側はこうピーカーに晴れてるということですね、まあ、あのご存知の通りこういうことで起きています。で、えー、っとその日本の,その自治体単位で温暖化がどうなるかっていうことを議論しようと思ったらやっぱりこれは最低抑えておかなきゃいけないですよね。 というわけで、えー、とこれがだいぶ前、10年ぐらい前になりますけれども、えー、とモデル解像度と年間降水量の分布を見たものです。で一番左が、全球再解析データというやつでして、まあ、125キロ、つまり粗い格子なんですけれども、それで見ると、日本列島ベ、ベタベタっとこうなっていて、何がなんだか分かりませんが、20キロ格子にすると、この観測時、レーダーメダスと比べても、降っているところが、 合ってますよねちょっとここは向きがちょっと違うんですけども、まあ、そういうことで最低20キロが必要だなということがこれから分かりました。でもうちょっと新しいデータを使います。これは D4 を使った結果なんですけれども、D4 じゃないや、これは D4 じゃなくて、あのさっき言ったように再解析からのダウンスケーブですけども、これはメッシュ気候値の降水量分布、あのコントは揃えてあります。でこれが60キロ。 20キキロ、5キロ5ですで。これは火器。火器っていうのは6、7、8月。で、これは冬季、12、1、2、3ヶ月です。で、そうやって見ると、まあ、明らかですね、これはね。あのこういう分布は、えーと、5キロまでにすると、ものすごくよく再現できるなと。で、20キロだとちょっとそこそこになるなと。で、ちょっと60キロだとちょっと危険だなって感じですね。 で、えーと冬、冬の雨についてもこうで、この日本海側の降雪っていうのはよく見えてるし、まあ、それは20キロでもなんとか見えますね。60キロだとかなりぼけてしまうと。で、これは主に何で起きてるかっていうのを、下の,あの、えー、と地形の絵と比べたんですけども、えー、と5キロの地形っていうのはこんな感じです。さっきも申しましたように、これが甲府盆地ですけども、よく見えてます。で、これ富士山かな。で、えっ、ー、と、これは20キロなんですけども、そうすると、 あの甲府盆地なんてどっか行っちゃいますし南の方は見,あ見たくないなって感じでなんか巨大な島ができちゃってますけどもということです。でこの60キロにするともうなんか,かなり分かってない分かんないですねただあの、えー、とこういうものの結果をあの上の絵のようにお見せする際にあのマジックがの分かっていただけるかと思いますがこれ,これ地形はすごい細かい海岸線の絵を描いてるんですね。 だけど実際はあの例えば60キロだったらば実際はその東京湾なんて埋まってるわけですよですからかなりこれはそのトリッキーなんでこういう細かいのが見えてるとなんとなくできてるような気がするけどもかなり怪しいということです、まあ、そのあたりのことはあのー、お考えいただいて特にその詳細なスケールにダウンスケールする場合ですねデータを使う場合にはあのお考えいただいた方がいいかなと思います でこれはあの、えー、今まで東日本ばっかりだった西日本にもついてもちょっとご説明いたしますが、えー、とこれは上がメッシュ気候地の夏季降水量ですねで左下が20キロモデルの夏季降水量右下は5キロによる夏季降水量ですでそうするとあの、まあ、よく瀬戸内海は乾燥地帯だって言われますこれ 狩野火器も真っ,真っ青になってますから降水量少ないんですけどもそれが2 0キロだともうなんか全然分かんない実は2 0キロだとこれもさっきこれ地形はこうなってますけれども多分あの瀬戸内海はほとんど埋まってると思いますでそれに対して5キロでやるとこういうふうにこう日本瀬戸内海の気候も出てくるし南の,あの四国の大雨も出てくるということですですから例えばその瀬戸内海の気候 地方の気候について議論しようと思ったらば、例えば降水について議論しようと思ったら、ものによっては20キロの場合はかなりあのそのまま使うのは危険だよということになります。まあ、さっきご紹介したように統計的ダウンスケールという手法もございますので、それを使わない、何なりして翻訳していかないと危険だということですね。5キロだったらなんとか使えるかなということです。で、えっ、ー、と、まあ あの何回も何回も同じようなことを言っておりますが、まとめになります。えっと、ユーザーが対策策定の活用を図る際に執刀してほしいこと、ここに4つ挙げました。1つは、さまざまな機構シナリオとその成立プロセスがあるということですね。これは前半にもお話ししましたけれども、あの成り行きシナリオから非常に頑張るシナリオまでございますので、今、どれを使っているのかということは考えていただきたいかなと思います。 あと、モデルの空間時間の再現能力については、今日ご紹介したとおりです。いろんなあの再現能力がございますので、その辺は間違いないで使っていただきたいということです。であと、バイアー創生と観測点データへの接近方法ですけれども、やっぱりその、あの、ちょっと今日はきちんと準備ができなくて、バイアー創生云々についてきちんとご紹介できておりませんが、おそらくあの、午後の発表者の方々から、 あのこういうようなことについての話題の提供もあると思いますので、えー、と期待しておいてください。えー、とバイアス補正等を使うことによって、観測点データに接近する方法があると、その辺はあはきちんと使っていただきたいなと思います。であと、最後はまあさっきちょっと話ししましたけれども、いろんな計算結果を混ぜて、計算結果ないし、観測結果を混ぜて評価することは危険ですので、それはやめてください。 でえー、とまとめです、えーと。観測データとモデルデータの違いは、それからモデルデータ活用の際のポイントは、それからユーザーが対策策定の活用を図らせにしてほしいことということで、えーと、ご紹介しました。えー、とあまりきちんと一つ一つきち,き,ちきちっとまとまっているわけではなかったので、えーと、申し訳ないんですけれどもあ、そういうことです。でここにあの7つあの線を引いてあげています。 まず気候の将来予測は気候シナリオに大きく依存しています。あの一番その三角形の頂点ですね。えっ、ー、と、成り行きでいくのか、それとも頑張っていくのかっていうのはかなり依存します。で、あと評価されている将来気候の予測の幅っていうのはあくまで条件付きです。つまり、今使っているモデルの世界の中でのものだということは理解しておいてください。で、ですので、用意されている気候シナリオデータは将来のありうべきすべての将来を 用意しているわけではござんかあのこんないろいろあったら困るっていう話はございましたけれども、まあ、使いあの全部幅もあれしようと思ってもダメだということです。で気候モデルデータバイアスを含んでいます。これはご理解いただきたいと思います。で全ての予測データが同じ精度を持っているわけではないという話です。ま星3つのデータっていうのは気温と降水量だけです。 で、より高解像度のモデルの結果は必ずしもより高い解の妥当性を示しているわけではないということです。つまり、あの、必要な解像度のモデルを使っていただきたいということです。で、あと、異なる計算結果は一緒くに使わないように注意していただきたいと思います。あ、それでちょっとすみません。この二つ前のにちょっと戻りますけれども、えっ、ー、と、これはあくまで力学ダウンスケーリングの予測データです。えっ、ー、と、統計的な手法をとって、 えーと新しく加工して作ったりいろんな方法がございます。でそれはあの、えーっとですね、例えば農業分野ですと,、えー、っと温度と高水だけじゃなくてどうしてもあの、えー、っと日射が大事ですよね。作物に日射が大事ですからで。そういうようなデータに関しましては、えー、っとそれなりの,あの検討を行いつつあのきちんと出しておりますのであのその辺は。あの 分かっていいいたただきたいと思いますあのつまり、えー、と星が3つのデータを使ってそれからよあの評価するとかそういういろんな手法がございます。で、えー、とそういうことについての経験は非常に農業分野ではあの高いですのでそういうようなあのこととはちょっといやそんな前に精度がないって言ったじゃないかって私が言ったっていうのはちょっと困っちゃうのであのだ力学的なダウンス,スケーリングをそのままあの ダイレクトに使うのは危険だよということを申したいだけでございます。で、えっ、ー、と、今まであのお示ししましたように、えーと、データの描画は比較的容易にできると思います。あの、少し計算に慣れ親しんでいる方であれば、特に CSV データを際に入手できれば、Excel でも書けますから。ただ、あの、今までお示ししてきたように、その解釈をする際に色々、いろいろなトラップがあります。ので、 えっとその辺の解釈に関しては、ぜひあの、えー、っと不安があるときには、えーっと、適用センターなどの専門家にお聞きいただくことを私は推奨しておきます。えー、っとそういうことで、以上でありがとうございました。